今日はタコを今取ってきましたので、これを茹でようと思います。このタコは吸盤が大きいのがあったり小さいのがあったりバラバラですので、これはオスのタコですね。メスは吸盤の大きさが変わらずにあります。まずこれをしっかり塩もみをします。塩もみは2回しますけども、かなりの分量の塩を入れて、しっかり、もみ込みます。これでタコのぬめりを取ります。ぬめりの気持ちが悪い時には手袋をしてやってください。しっかりこれをもみ込んで。で、かなりね、ぬめりが出てきましたら、これは一回水洗いします。水洗いしたら、もう一度塩をたっぷり入れて、もみ洗いをします。もみ込みます。塩でもみ込みます。そしてよく塩もみしたら、これを再度水洗いをして水気を切ります。ざるにあけて、キッチンペーパーとかで、ちょっと水気を取ります。その間に、お湯を沸かします。2回ほど塩もみをしっかりして、水気を取ったタコです。水洗いをしました。塩もみ2回して水洗いを2回しました。で、これをお湯が沸いたら、茹でていきます。鍋にお湯がグラグラと沸いてます。煮立ってる状態で、茹でます。まずタコを、これはまあ小さいのですけども、大きくなったりしたらやっぱり結構大きい鍋が必要だと思います。この足をですね、お湯の中に少しずつつけていきます。つけてあげて、つけたり上げたりしながら少しずつ、足がしっかり広がってきました。で、この状態で今度はどっぷりとつけます。で、タコをだいたい5分から6分ほど茹でます。ちょっと中が半生の状態の方がいいそうです。大きいもので6分ですので、これはちょっと小さいので、4分から5分ぐらい。ただ2分ぐらいしたらひっくり返します。2分経ちましたのでひっくり返します。きれいな色になりました。4分経ちましたので、火を止めて、これを上に上げます。きれいな色になりました。で、これでちょっと粗熱が取れるのを待ちます。タコの粗熱が取れましたら切り分けます。しっかり塩もみして、水洗いしてつけると、タコの皮が剥げないようです。で、ここちょっと傷が入ってますけども大丈夫ですね。
タコは塩もみとしてから茹でるとしっかり皮が剥げずに茹でることができます。そしてまず切り分けはまずここの頭の胴体の部分を外します。で、これは目玉ですね。で、外しましたらまずタコは8本ですから、足が8本ですから4本4本に切り分けます。で、大きかったら今日食べる分だけを切り取りますけど、足の分をこういうふうに切り取っていきます。1本ずつですね、切り取っていきます。で、ここの口の部分を外して、タコの吸盤のある方を手前側にして、薄く斜めに切っていきます。で、中が半生の状態だとちょっとシコシコして刺身のような感覚になりますので、吸盤を自分の方に向けて薄くスライスしていきます。こういう感じで、切っていきます。そして、食べられるほど切って残ったらフリーザーバッグ等に入れて冷凍しておきますと、2、3ヶ月くらいは同じような感じで食べられるようです。